ヒ川神社は東京都品川区西五丹田にある神社。当神社の由緒は不明であるが、新編武蔵風土記には、元禄時代には、すでにあったことが記録されている。霧ヶ谷村が開拓された江戸期初期の建立と推定されている。明治41年に霧ヶ谷村内にあった八幡神社、諏訪神社、第六天神社を合祀した。現在の社殿は、 昭和13年に造営されたもの。この付近は、武蔵野大地の末端にあたり、湧き水が多くあった。そのような中で、氷川神社本殿の右掛けに、氷川の滝があった。これは、都内7幕府の一つであり、嘉永4年頃に村民が、わずかに湧き出ていた泉を大きく開いて作ったもので、ある。遠方からの人でもあったそうだが、滝は現在は、スタレ。 その名残のわずかな湧水を見られるに止まっている。放炎3年に京都東海山より、おしだいなり大名人を芝にある袖が先神社に誕生したものと伝わっている。明治41年9月霧ヶ谷村の八幡神社、諏訪神社、第六天神社の御祭神を、氷川神社に行使さるその折、袖が先神社のおしだいなり大臣を当神社の末者として誕生した。 都内7幕府とは12社、目黒、とどろ清水、田畑、王子、霧ヶ谷の角滝を称した。現存していない者も,も多い。ありがとうございます。